皆さんおはようございます、私は今日朝からずっと教会にいるので朝も暑かったんですけど、皆さんがここに来られる時の灼熱さはちょっと体感してないんですけど、一歩外出ただけでもうクラクラしますね。こんな中よく動いてくださいました。本当に心から皆さんの努力に敬意を表します。ありがとうございます。先ほど自己紹介の時に私パスしたのここで今日ちょっとパートがあるからなんですけども、玉山慶吾と言います。おなじみの方もたくさんいますけど、初めましての方もいらっしゃるので、この教会でこのゴスペルの、ミニストリーとか働きをですね、もう20年ぐらいやらせてもらっています。でこの3年間のコロナでずっとお休みしてたんですけれども、去年の秋にこの2人に来てもらってそろりそろりと再開しましてね。で先月、このワークショップ1回目やって、いよいよ本格的にねこの池袋千代福音教会のゴスペルが再開っていうような今流れの中にあります。また最後にねちょっとその東松島のご案内は改めてしようと思いますけれども、もうおなじみの方もいますけど、ゴスペルっていうのは、福音っていう意味なんですね。福音というのはこの中央福音教会の福音、福の音と書きますね。福の音、普段使いませんよね、あまりね。何なのかって言ったらね、これはグッドニュースなんですね。英語で言うと良い知らせ、良いニュース、どんな良いニュース。今世の中のニュースを見ると悪いニュースばっかりですね。もうげんなりしてしまうようなニュースばっかり、でもそうい こう社会的なテレビのニュースやネットニュースでやるようなニュースではなくて、このグッドニュースっていうのは、2000年前にジーザス、イエス・キリストがこの地上に人として来られて、そして、神の子であるのにもかかわらず、罪も犯さなかったのにもかかわらず、あの十字架につけられて殺されてしまって、でもそれだけじゃなくて3日目に死に打ち勝ってよみがえられた。そしてこのよみがえられたイエス、ジーザス・キリストをジーザスと信じるならば、私たちも罪や汚れが全部拭われて、イエス様ジーザスと同じように復活の新しい命が与えられますっていうのがグッドニュースなんですね。でこのグッドニュースっていうのがこの2000年前のイエス様の復活して、そして教会が誕生して以来ずっとですね世界中で語られ続けているんですね。世の中にバッドニュースがどんなにあふれようと、このグッドニュースっていうのはずっと廃れることなく私たちに語り伝えられていて、そしてこれを信じる人たちに祈りの力を与え、そして希望の力を与え続けているんですね。でそれを歌っているのがゴスペルミュージックなんですよ。中にはね、ゴスペルって言ってブラックゴスペル、黒人さんのゴスペルを思い浮かべて、今日それ歌えるのかなと思ってきたら、なんか日本語のしっとりとしたね、いきなりバラードバラードとかされて、って戸惑ってらっしゃる方もいると思うんですけど、このグッドニュースゴスペルは音楽のジャンルっていうかその、スタイルではなくてね、内容のことを言ってるんですね。まあ、ですからこのようなしっとりとした日本人の心にしみるようなメロディーから、まさにその黒人の方たちが全身で、シャウトしながらね、クラップしながら歌っているのもゴスペルですし、また賛美歌とか聖歌とか呼ばれているようなものもゴスペルなんですね。はい。まあそんな中で、このフォー君の2人はね、去年新しい2人のオリジナルアルバムを、あれ今年だっけ、去年出しまして、でもう中には聞いたことがある、持ってるっていう人もいると思うんですけど、この後にやるかもしれない、1曲ね、In Your Love はその、アルバムの中に入っているオリジナルの曲なんですね。で本当に素晴らしいアルバムで、本当にこれは忖度抜きでですね、私自分の車の中でいつも運転するときはヘビーローテーションでかけてで力をもらってるんですね。で、その1曲目がですね、全てが新しいって曲で始まるんですね。で私このワークショップの中でいつもこうやって時間もらってお話をするんですけども、先月の1回目もね、新しく生きるっていうタイトルでお話をしたんだけど、今日も祈りながら何話そうかなって言った時に、どうしてもねこの新しく生きるっていうテーマが迫ってきちゃって、
だから今日もそこからちょっとお話をしようと思うんですね。それで今ここに出ていくんですけど、この新しく生きるっていうところの下に、こういう言葉を書きました。これは聖書の言葉なんですけれども、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたもので、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。こういう言葉なんですね。皆さん、例えば今なかなかバーコード決済とか、いろんなポイントの決済とか主流になってきつつあるけど、あんまり現金で今支払いしなくなったけど、でも お財布の中にお札も1枚や2枚や3枚や4枚や5枚や6枚や中には10枚ぐらい入ってる人もいるかもしれませんけどありますよね。でこのお札ちょっとこう破っちゃったり、それからなんかくしゃくしゃになっちゃったりした経験あります？私なんかがあるんですね。でもう半分破れかけてるのお札がお釣りできた時があって、でしばらく使わないでいて、久しぶりに出したら破れちゃったことがあって、やべえと思って、でどうしようと思ったんですね。そしていろいろ調べてみたら、お札は破れても、こちら銀行に持っていくとですね、よっぽどもう原型をとどめていないっていう状態や、半分欠けてしまってもないとかっていう状態じゃなければ、新しいのに変えてくれるんですね。でそれを知って、大丈夫かなと思いながら持っていったら、本当にピン札に変えてくれたんですね。こういう経験ある方いらっしゃいますよ。いないか、そう、でもそういう経験したんです昔ね。でね、その時に思ったんですけれども、これ私たちもそうだなと思ったんです。お札っていうのは日本銀行が作ってますよね。で、各銀行っていうのはその日本銀行の代理店みたいな形になってるので、こう破れかけたお札持っていくと新品に交換してる。それ製造元に直結してるからですね。私たちがもし壊れてしまう、傷ついてしまう、どうしようもなくなった時に、皆さんどうしますかね。皆さんだったら、友達に相談するとか、あるいはなんか勇気づけられる本を読んでみたりとか、いろんな方法を取るかもしれないんですけど、聖書はね、人間は神様によって作られた、そういうふうに教えてるんですよ。これクリスチャンが神様に作られたんじゃなくて、クリスチャンだろうが仏教徒だろうが、イスラム教徒だろうが、何教徒だろうが、無宗教だろうが、人間はすべて神によって作られた、こういうふうに書いてあるんですね。なので私たちクリスチャンはね、本当に傷ついてしまったとき、どうしようもなくなったときに、製造元である、製造主である神様のもとに行くときに、新しくされるって経験するんですよね。クリスチャンの人、うなずいてくれててありがとうございます。感謝します、リアクションが、本当にそうなんですね。でこの新しくされるっていう経験をすると、いろんな皆さんの能力があるんで、その能力によってですけど、ホープの二人みたいに歌が生まれたりするわけ、ゴスペルが生まれたりするわけで、これがいろんな賛美歌だとかブラックゴスペルだとか、いろんな音楽になって今世界に流通して歌い継がれているですね。要はですね、人間ってもし神様に作られたとしたのならばね、本来あるべき製造主のところにいないといけないっていうことを教えてると思うんですね、聖書はね。例えばさっきニュースの話しましたけど、時たまこういうニュースありますよね。海岸になんか迷い込んでしまったクジラとかイルカが打ち上げられてしまう、それをなんとか沖に戻そうとみんな努力するんだけど、なかなかクジラみたいにでっかい大物になっちゃうと、それもかなわなくて死んじゃうっていうね。でクジラもそうなんだけど、クジラってもうでかいから、なんか陸に上がっちゃうと自分の内臓の重みで自分を圧迫しちゃって死ぬんですよね、あれね。でそれからあと普通の魚もそう、魚も、水の中にいれば生き生きと泳いでるけれども、豊かな釣りに行って魚を釣り上げてしまうと、最初はピチピチ抵抗してるかもしれないけど、そのうちすぐ死んじゃいますよね。豊かじゃなくても皆さん誰でもいいから、だから魚っていうのも水の中が本来いるべき場所なんだよね。陸に上がっちゃう、陸っていうのは本来いる場所じゃないんですよね。だから人間もそうだっていうことです。
人間も本来いる場所、神様のその御手の中にいる、この状態がですね、生き生きと生きれる状態だっていう、ね、ここから離れていると死んじゃうんですよ。いや、体は生きてるよ、ね、体は元気ピンピンかもしれないけど、心、霊は死んだ状態で生きてるっていうことなんですね。これを聖書に言ってるんですね。で、第2番目にね、神様は私たちを新しく作りたいって願ってるっていうことなんです。これを皆さんに伝えたいんです。神様を知らない、本当の神様を知らない状態に多くの人間は、皆さんも含めてかもしれませんけど、いる。で、聖書はその状態でずっといるとね、滅びに至るって残念ながら書いてある。そんな良権の狭い神様なのって思うかもしれない。でも神様は全く正しい方なので、その本来の状態じゃない状態というのをうやむやにできないから、ね、でもね、神様は愛の神様なので、神様から離れてしまって本来いる場所にいない人間を裁きたいとか滅ぼしたいなんて思ってらっしゃらない。それが証拠にジーザスという方を、ね、この地上に表した、使わせたんだというふうに聖書は言ってる。で、ジーザスは神様だから罪は犯さない、神様から離れようがない、だから裁かれない、だけど十字架にかかった。それはなぜ、神様を知らないで離れてしまっている本来いる場所にいない人間を救うために、自分が身代わりになって罰を受けられた、そういうふうに聖書は言うんですね。だから自分の身代わりにこの方がなって死んでくださったんだということを信じるならば、ただ信じるだけで本来の場所に帰れるよっていうふうにまた聖書は言うんですよ。神様は古い、離れてしまって本来にいる場所じゃない いる皆さんを救うためにこの方法を考えてくださって、そして新しく生きるようにしたい、そういうふうに願っておられるんですね。新しいとね、神様とつながっている自分になるっていうことなんです。これは神様とあなたとの新しい約束ということができます。もしジーザスを信じるならば、この約束のゆえに、もしこの地上で死んだとしても、その後ジーザスが蘇ったように私たちも復活して、この永遠の神様の身元でゴスペルを永遠に歌いながら生き続ける、祝福の中で生き続けるっていうのがこの聖書の約束なんですね。もしこれを皆さん信じたら、今日初めてゴスペル歌ってなんとなく今心が温かくなってると思うんですけど、これがなんとなくじゃなくて、またすぐに忘れてしまうものじゃなくて、ずっと忘れないで永遠の喜びとして歌える歌に変わっていきます。このために実はね、このゴスペルミニストリー、ゴスペルの働きを私たちはしているんです。これをきっかけにね、ぜひ皆さん新しく作られてください。本来いる場所に戻って祝福の人生を歩んでいただきたいと思います。そのためには何か儀式だとかね、お金払うとかありません。このゴスペルで歌われているジーザスを自分の救い主として信じますって告白するだけです。ぜひぜひそういう皆さんになってください。では一言だけお祈りします。神様、今日のワークショップありがとうございます。初めて教会に来て初めてゴスペルを歌った方もいらっしゃるかもしれません。ゴスペルの意味というのはグッドニュース。そのグッドニュースとは何か、古い自分から全く新しい祝福の永遠の喜びの中に入る自分に変わる、これがこのグッドニュースだということを聞きました。どうか一人一人がこのグッドニュースを自分のものとして受け取ることができるように神様に働いてください。すべてのことを感謝して信じて、私たちのゴスペルの中心にいらっしゃるジーザス、イエスキリストのお名前でお願いします。アメン。では続いて歌っていきましょう。Hallelujah.